日曜日、本日は、どうぞよろしくお願いいたします。音声の方は大丈夫でしょうか。コメントの方大丈夫ですか。あれ放送始まってるよね。あんまり結構ラグが結構あるかもしれない。ラグがあるかもしれませんね。はい、どうでしょうか皆さん、本日はあれラグがあるのかな、やまびこ状態 OK ですか。はい、ありがとうございます。今日はですね、某都内の更新した方がいい。あ、更新した方がいい。あ、いや、更新してはこれ、あれです。あの向こう側の話で、しまったついつられて押してしまいました、はい。ただいま更新中でございます。はい、ですね、私あの今日はですね、本日日曜日、今日は6月の19日ですね、はい、6月の19日マイホンスプレッドオリジナル。ちょっと待ってください、まだ読み込み中ですね。何が起きてるんだこれ。はい、結構回線が弱いのかな。本当ね、あら、どうしたんでしょうね。固まってるね。あれ、あ、いや、ニコニコだ。ニコニコの問題が起きてる。これちょ、読み込めてるもんね。読み込めてますね。はいはい、全然大丈夫。あ、どういうこと。いきなりニコニコ死亡ですか。なんでこんな重いんだろう。すごい分かんないです。何が起きたんだこれ。あら、ニコニコどうしちゃったんでしょうか。ニコニコ。画面が真っ白なままで。驚きの白さですね。ちょっと待ってください。普通にあれ入るの、あ、こっちは入るんだ。生放送、ちょっと待ってください。いけるね、番組表。お、あ、いけるじゃん。あ、来た来た。コメントしていただけたら、はい、もしもし、もしもし、映ってますか。あれ、あ、映ってる、あ、映ってるんだ。映ってる、映ってる。大丈夫ですか。なんかね、すごいすごい、なんかニコニコがやったら重いんですけど、音声来てます、どうですか。あ、音声来てます、映ってます。え、声聞こえます。あ、ずっとこれ映ったみたい。あ、映ったんだ。あ、なるほどなるほど。でもね、こっち全然反応しなくなっちゃったんですよ。すいません。はい、改めましてですね、はい、本日は日曜日、マイ日本スプレッドオリジナルということで、私から JK の古川です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウルトラダイナサと申します。よろしくお願いします。そしてですが、こちらのギャラリーで、まず私の右手から、はい、どうぞ。クラの桜です。はい、よろしくお願いします。そして、しょうちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、真ん中の、あ、帰ります。あ、大丈夫です。大丈夫です。で、あ、はいはい。あ、なるほど。そっちもなし。あ、そっちも、あ、皆さん、名前を出すね。はい、了解です。はい、どうもよろしくお願いいたします。いやいやいや、今日は、まあ、いつもの通りね、今日は凱旋とチラシ配りで、まあ、大体2000枚ほど、配り終えたということで、あとは実はね、今日は我々私たちはそのサポート、
あのミーティングミーティングで行ってですね、あのそのミーティングが終わってからあのこういった放送をしているということですね。あ、今ミーティングから帰られる方がですね、どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。来週からどうします？あ、まだまだかな。そうそう、あ、そうですね。毎週ットの放送を早めようかという時間をね、ちょっと時間帯変えようかなって話があるんですよ。日曜のですか？日曜の早めに始めちゃって凱旋直後に。凱旋の例えば30分後とかで、もうそこでもう放送やっちゃって7時ぐらいからとか。そう、7時ぐらい。6時半とか。6時半とか。6時とか。そうそう。だからもう荷物取って帰ってきたら、もうすぐ放送ができるような感じにしておいて、うん、誰かもうあのノートだけ持たしておいて、あともうほあのあなんだっけ、こんな綺麗な放送じゃなくても、あのとりあえずあのいつも の, あの生放送の解像度を上げるような状況にしておいて、うん、でも路上、最悪 路上でも OK みたいな感じにしちゃう、うんうん、そんなあのそんなんでもいいのかなって。で、ね、うん、でまあ、終わったらもうね、すぐにね、打ち上げ、打ち上げという形で、あとはあの早めに帰れて月曜日に、ダメージの少ない、感じにしたいと。あと視聴者の方も多分大変だと思うんですよ、うん、ね、夜遅くまで、ね、見ていただくというような形 で、ね、であとは、うん、そのゲストをもうちょっと呼んだ方がいいんじゃないかっていう案もあって、ね、あ、確かにそれもありますよね。で、例えば結構その他の会の活動されてるで、その会が結構有意義な合格活動をされている方とかを、うん、ゲストにお呼びして、例えば凱旋から、うん、このスプレッドまで、そうですね、出演していただくとか、それでまあ場合によっては打ち上げに行くみたいな。そうですね、はい、多分そんな感じにしていた方がいいのかななんてちょっと思っております。あと、まあね、そうやっぱね、あ、ご飯もあるのか、視聴者がいまいちっていう。そう、視聴者の人ちょっとね、結構コメントの、コメント厳しいね、コメント結構で、ね、だいぶ不評なんですけど。ああ、そっか、やっぱ帰ってから落ち着いてからの方がいいのかな。いいのかな、困ったね。8時ぐらいは8時ぐらい結構、ね、いいかもっていう話してたんですね、うん、8時だよ2足が。ああなるほど、ね、全集合。そうそうそう、ワイスって何言ってるでしょうね、私も、そんなこと言いながら。なんで翔ちゃん知ってんの？そうそう、あんなに。いやだっておかしい、年代がおかしい。だって平成生まれなの。平成生まれでしょ。全集合知ってるでしょ。だってドリフの どの字も知らないぐらいの世代。知ってんの？すごいね。だって後付けだよそれは。まあ後付けだろうと思うけど。リアルタイムじゃないんだ。リアルタイムなわけないじゃん。ああすごい。すごい昭和を勉強してますね。そうですが、かなり昭和、いやだって昭和フリーク、昭和フリーク、今日すごいんですよ。あ、そっか、再放送 か、うん、かドリフの大爆笑の方はありましたけどね、うん、8時だよ全員集合はもう伝説の番組ですからね、あれはね、もう完全に。そうですね、あれかその、うん、タケちゃんも、タケちゃんもかで、ね、分かれましたね、分かれましたね、ドリフ派とね、ひょうきん族派でね、ひょうきん族親が見せてくれなかったりしてね、結構。それででもなんかタケちゃんマンとかそういう話が出てくるとこう、ね、なんかちょっと寂しくなったりとか、そういう風 な, なんか懐かしい、こう懐かしいですね、ひょうきん族で、こう間違えるとこう暴れん坊将軍、暴れん坊将軍、暴れん坊将軍ね、いいね、暴れん坊将軍、そう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 、暴れん坊将軍変えなきゃみたいな。そうなんですよ、暴れん坊将軍って一回結構暴れん坊将軍好きだったんですけどね、私も、ええ、昔はやっぱり暴れん坊将軍見てなんかツッコミどころ満載なところを突っ込むっていうのが結構好きだったんですよ。どんなの？いやだから世の顔を忘れたかってさ、さそれ最初から分かってるだろうって話でさ確かにね、そう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 、世の記憶力が悪くなきゃいけない、そう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 、遠山の金さんもそうなんですよ、おうおうおうとかなんか言ってるけどさ、最初から知ってんだろうって思ってさ、そう、遊び人の金さんを出せみたいな、そう、金さん説明やっぱじゃないかどこだどこだ、そうそうそう、金さんはヘアスタイルが違うでしょ、長年の時のヘアスタイルと授業の時では、いやあれわかるでしょ、あれ多分本体が桜吹雪なんですよ、金さんの、普通パッと見てだとズラの人でもわかるじゃないですか、あ、やっぱり金さんっぽいなみたいな、そうそう、あれちょっとバレてるなっていうふうに思いますよね、そうそう、普通奉行所で多分あれだからそういうドッキリがうまくいった場合で大抵はあ金さんってあるところは全部カットしてるんで、その放送はその放送は全部カットバレたかいな、そうバレたからカット、はい、バレたか、はい、そこだったのか、そうそうそう、実はそういうことをそういうことにしておきましょうね、まあそういう状況でですね、うん、かなりね、そのいやでも驚きですね、本当、うん、ドリフを知ってるっていうのは本当、うん、まあでも今日もそんな感じで
あ、今日主さんいましたよ。あ、本当ですか。最近いますね。最近います。ちゃんと主さん。競馬が始まったのかな。だと思いますね。なんか奥さんみたいな人と。奥さんもいたしね。仲いいですね。仲いいですね。なんか羨ましい。ね、ああいうところでもね、家族ができてるってこれ重要ですよね。重要ですね。重要です。そしてあ、こちらはダイナスナーさんですね。はい、よろしくお願いいたします。こうなんて言いますか。はい、ね、今日も荷物運びとか手伝っていただいて、ね、外線もされてますね。外線もされてますね。かなり拉致問題のことに関してかなりね、追及されて素晴らしい演説でした。いやいやいや、本当ありがとうございました。よろしくお願いします。いやでも本当ね、そしてあと今日一郎が来たんですよ。あ、来たんですか。一郎来ました。いましたね。一郎来ましたね。一郎来てたんですよ。美味しいところ持ってかれちゃうから。美味しいところ持ってかれちゃう。あの間は凱旋はしない、うん。あれはどうなって、一郎は、うん、なんか芸人さんなんですかね、多分ね。なんでしょうね。それか本当に路上パフォーマー。路上パフォーマーなんですかね。あれなんか飲み物ユンケルだっけ？そうそうそう。持ってますよね。ユンケル持ってるんですよ。ユンケルの宣伝じゃないでしょうね。いや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 。宣伝だったら2001年使ったらマイナスじゃないですか。そうそうそう。佐藤製薬の回し物にしちゃちょっと。そう、局地的すぎますよね。あれちょっと追っかけて、あれいつも話しかけようとして捕獲しようとするんですけど、大体逃げ足早いんですよ。やっぱ一路足早いんで。そう、あれ追っかけません。追っかけると多分あれですよ、持ってる弾でレーザービーム投げてきますよきっと。いやいやいや、ないないない、ね、そんな持ってないし、多分持ってないから。持ってないですね、確かに。いや彼にそのちょっと前日本でさ、ちょっとこういう活動やってるんだけど、そうやって少し宣伝してもらうとか。あ、確かにね。そのあそこで、あそこで、あ、いいかもしれない。でもね、今日はちょうどほら上りがあそこら辺周りが立ってるじゃないですか、うん、みんな斜面してると大体上りが入っちゃうんですよね、フレームに。なぜだ。美味しいところが、美味しいところをこうね、そうそうそう、青い旗がなぜか入っているという、ね、なるほどね。だから上りは重要かなと。ちょっとね、ああいうところにね、点在させてるっていうのはね、なかなかこれはいい作戦だったかなとかちょっと思いながら、あとはね、あれですよ、今日偽宮崎駿の人がまた俺に話しかけてきて、ヒゲ、うん、のヒゲのヒゲの、はいはい、偽宮、そう、前にパチンコ の節電を求める団体の人がやってきた時に、うん、そのおっちゃん関西人の人なんですけど、なんかパチンコはまあだから娯楽だからいいじゃないかとかなって、換金さえ止めればいいじゃないかって、なんかその団体に行ったら、うん、まあ朝鮮人だとかなんか言って、かなり追っ払われたらしいんですよ、うん、でうちらの凱旋のところに来た時に、あそこのところで俺そういうふうなことで、俺朝鮮人って言われたんだけど俺腹立つんだよとかなって怒られちゃって、その人に、うん、あ、すいませんでしたって、うん、そのまま去っていったんですけど、それはどこの団体さんだったんですかね。それはあのパチンコってきたからだったかな、瀬戸さんのやつ。そう、瀬戸さんのやつだったかもしれない。なるほど。そう、それでその後日またあの人がやってきて、なんか話しかけてるうちに仲良くなっちゃって、今日は一郎のことを、一郎を見かけてから、あいつ代々木公園で練習してるんだよとかなんか言って話しかけてくれた。本当に偽の一郎の方、そうそうそう、偽一郎練習してるんだ。そうそう、だからね、あいつに、ね、聞いてやってよって、ね、どっちが練習でどっちが本番なんだって、うん、そこでやってるのが練習なのか、代々木公園でやってるのが本番なのかってね、言っててやってくれとかなんか言われて、あ、分かりましたって言って、そのまま去ってたんですよね、その偽宮崎駿さんが。ちょっと似た風貌ですよね。そう、ちょっと似てるんですよね。本物じゃないよね。いやいやいや、本物の宮崎さんが関西弁使いませんよ。うん、本物だったらもっと左巻きの人ですよ。本当左巻きらしいですからね。ね、そうそう、かなり左寄ってるらしいですよね。なんか会社のジブリの社屋かなんかに、こう、うん、反原発みたいな垂れ幕されてるとか。あ、ただ今ただ下げてます。本当ですか。下げてますね。なんでこう左の人は揃いも揃って反原発なんでしょうね。そうだから、ね、最近ちょっと今度図解入りでちょっとやってみようと思うんですけど、その反原発とそれから原発推進のこう分布図みたいなのを書いて、うん、そのもうこう原発原理主義っていうのをね、即時停止の人ってで、そしてこちらの方はもう完全もう推進原発を増やす、でその間のところの段階的なことをやった方がいいんじゃないっていうグループと、それからその、もう一つの推進派の方は消極的にまあ推進した方がいいんじゃないっていうふうなところをやってきたときに、この消極的なやつとこのパイってこっちの方が実は大きくねみたいな、そんな話をちょっとなんか2チャンネルのコピーであったんで、それをちょっと今度図解してみようかななんて思って、実はなんかね、
そっちの方なんかあの両極端なところを説得するより、その真ん中の方のパイを取っていった方が実はなんか話早いんじゃねえか的な、結構似通ってるような感じがするんで、原発反対の人を推進派にすることはできないですし、その逆もまたしかりでしょうから、ね、多分その対立軸のところでおそらく多分なんかあの場所設けて論戦しても多分最終的にお前の母ちゃんデベソになっちゃいそうな気がするんで、うん、なんかそれは中間層のところをなんかこうじゃ あのこうなんかやってみましょうねっていう話してもいいのかななんてちょっと思ってたりとかするんだけど、まあでもね、まあ今のところやっぱりどうしてもやっぱ反原発の、一般のね、あの石原さんがね、あのそのヒステリーだっていうところを捉えて かなり戦われてましたからね。うん、まあ、でも石原さんとかそういう集団ヒステリーが起こるのも分かるよみたいなことを言ったわけでしょ。言ったんですけど、うん、その分かりそこのねヒステリーのところをプシッと。本当ね、その辺のやり方が汚いですよね。汚いっていうか、うまいっていうかね、あいつら、あいつら、ね、そういう言葉尻だけ捕まえて、そう、うん、振り出せばいいですね、本当に、あの反原発っていうデモに対して、うん、あの日の丸のバッジをつけて、そしてカメラを持ってお邪魔すると、必ず、なんか、うん、まあ、テロリストだと。後ろから反原発の看板でポカッて叩かれたりします、うん、あしますっていうか されました私現実にやるやられてとしかも俺のこと東電は殺人者、東電は殺人者、俺東電でもないし東電は人じゃないから殺人者でございませんってあのもうツッコミどころ満載だったんですけど、日の丸をテロリストだと、はい、いう言い方をする方は、うん、絶対日本人じゃないですね。じゃあ日本人に見える日本人じゃない人といえば、はい、在日伊藤先生っていう可能性もまあだけしまう、ね、日本人の中にもそれおかしいのがいるから困るんですよ。本当にされちゃった人、そうなんですよ、もう朝鮮人がそういうのやるのは、まあ、朝鮮人だからしょうがないけど、日本人であるにもかかわらず、そんななんか日の丸テロリストだとか言ってみたり、ちょっとその辺は戦後日本の病院ですね、あの日教なんとかとかね、あの教祖、日教祖とかね、あのこの前もあの、ね、実は、ね、はい、あのこの前あのほら女性あ あの国際、先般バウネットの、はい、あそこ の、 あの本拠地に行ってきたんですよ私。ああすごい、行きましたよ。スニーキングっていうか、あのカメラ持って中入って、写真撮ってもいいですかとかなんか言って中入って写真撮らせてくれました。撮らせてくれた。うーん、なんか古川さん、最悪風にしていったんですか。最悪風にしても普通のこの格好で。これバッチはつけてなかったけど、ブルーリボンとかついたら合うからね。あの、その日は暑かったんで、うん、雨が降りそうだったんで、あの半袖で行ったんですよ、うん、クールビズで。あ、最悪っぽいですね、それ。そうそう、あ、結構最悪っぽい。結構最悪っぽい。なんか、キム・イルソンバッチとかつけてたりして。あー、確かにそれは嫌だね。でもね、あそこのところ行ったときにね、やっぱあの分かったのは、なんだろう、あそこってそのもともとプロテスタント系のその教会で、あ、教会というかその教団のそのなんていうかその日本のその本拠地みたいなところで、なるほど、そうだから、あそこのところにね、実はあのね、結構昔から作る40〜50年前に作られたあの結構こう格調高いチャペルとか、それからあのあとその時のそのキリスト教のその合唱団用に作られたあのスタジオとかがあって、そこはアバコスタジオって言って結構あの音楽業界では結構有名なスタジオなんですけど、昔からある。でそこが隣接してるところに結婚式場もあるんですよ。だからあの結構あのなんだろう、カップルの人たちとかも写真が撮るので、基本的にあのその庭とか中庭のところあたりはもう全部写真でも全然もうあの写真撮っても大丈夫っていうところで、一応主催さんの方にも確認撮ったら、ああ大丈夫ですよって言って、で撮って、なるほどなるほどって言ってこうなんか撮ってたら、うん、まあ建物の中にね、なんかあの5階ぐらいのところに、あの普通はなんかなんとか教団、うん、うんたらかんたらとか書いてあるじゃないですか、あのキリスト教団、あのなんとか事務局とか、5階のところになんかいきなりなんか大韓民国キリストなんとかとか、あ、香ばしい、そうそうそう、あと福音なんとか、福音なんとかなんとかとか、はい、そういう財なんとかかんとかとか、そんなのがこうドーンと出てきて、5階のところがなんかすごいなんかあの急になんかあの、ウリスト教系のやつがあって、ほうほうほうってね、ほうほう、なるほどなるほどって感じで、このネタ得意な人が書いちゃったね今ね。そうですね。
だから それで、今バウネットジャパンっていうのは多分おそらくその2階にあるその NCC って呼ばれてるところの中の事務所と兼任してるので、今度また電話取材して、あの石原やめるネットワークとここら辺の住所っていうのはあなたが使ってくれるところちょっと電話取材しようと思って、まあ、これちょっとまだ初見さんもいらっしゃるんでご説明をしますと、我々がいろいろ調査をした結果、この反日的な団体、例えば石原やめるネットワークとかそういうなんていうんですかね、うん、そのいわゆるもう左翼活動家の巣窟みたいな感じで、まあ、左翼活動家といってもまあ本当に日本のことを思っている方もいるのかもしれませんけれども、そうでないですね、あの本当にその差別問題とか、あとそういうその特定アジアと呼ばれる、まあ、中国、韓国、北朝鮮とかと仲いいようなグループの連中がなんか同じ住所にいるということを突き止めまして、まあ、そこに潜入取材しに行ったんですよね。そうです、はい、そしたらそれがキリスト教が入っている建物で、まあ、そういった、うん、そういったその反日団体の、うん、あの名前は出てなかったんですか。反日団体の名前はなかったんですよ、結果的に。だからあの、まあ、唯一強いてあげれば、女性の女たちの戦争と平和の記念館っていうのが、うん、その隣のアバコ、ね、うん、クリエイティブスタジオっていうところ その一角のところにその設けてあるんですよ、うん、でそこが2階で入場料500円取ってあったんで、うん、そこのところじゃあちょっと金払って入ってったんですよ、うん、でそれじゃあそこのところの写真撮って大丈夫ですかって言ったら、うん、あ大丈夫ですよって言って、あの事務員さんが言ったんで、あじゃあもう撮らせていただいて、もう撮るも撮ったみたいなね。でそのある一角のところにその松下弥生の松井弥生のそのなんていうかその大きなパネルがあってね、ありがとうって、そうありがとう、でその寄せ書きとかあって、松井さんありがとうって、そう亡くなったじゃないですか、その寄せ書きとかで、ちょっとあのまた後日日記でちょっと書きますけどね、うん、そう考えると、はい、そういう反日系の団体、うんうん、とその韓国系キリスト教団体がかなり密接に結びついているっていう、うん、そうですね、勝手に住所使っちゃまずいですからね、多分結構その中核にいるメンバーがそういう政治活動にかなり熱心なんでしょうね、だからあのそのビルのところの端々のところをこうやって眺めてみると、たまになんかあの原発はいらないとか書いてあるんですよ、あのプラカードっぽいのがなんか見えるんですよ、うん、だけどそこのところ の教会に来るそのカップルの人たちはあのその幸せな家庭をあの夢見るような若いカップルとかがその結婚式場のところの中に入ってくる、なんか今これ首相官邸職員の住所と総政総連の住所が同じとか言って、それはやばい、いやなんかそれはコメントでありますよ、これ本当かな、ちょっと調べてみたい、ね、調べてみたいね、これこれが本当だったらすごいことだよ、職員電波かもしれないね。電波かもしれない。でもあの辺あの254番さんがあるところって議員宿舎があったり、うん、ああそうありますね。結構近いからね。近い、うん、近い、移転しましたけどね、議員宿舎。でも近いですよ。確か近かったはずです。すごい近いです。靖国神社から近いって時点で相当気にならないんですか。あれなんてなんでしょう。わざと狙って作ったんですかね。ですよね。だって靖国神社も近いし、あっちのなんだっけ、筑戸神社にも近いし。ね、うん、東京大神宮とかも近いですよ。あれが変形して靖国神社を壊すんですよ。ああ、なるほど。テコンダー部位でしたっけ。あと靖国神社の中で、出店屋台をやってる人たち、はいはい、あれは普通の人たちなんですか。あれちょっと私分かんないんで、結構店ってあの祭りとかですか。お祭りとかで綿飴とか焼き鳥とかやってる。どういう関係なのか分かんないですね。結構そっち系の人が屋台って多いっていう噂もあるじゃないですか。はいはいはい。でもなんか、ね、うん、そのでも靖国神社の方はそれはないだろうっていうふうに思うんですけど。お店のスタッフが中国人だったっていうのがいたっていうのは見たことあるんですよ。ああ。靖国食堂、そうあれ確かさ、あのどっかのところは普通にさ、あのドネルケバブも最近見かけるようになったけどさ、うん、あのチヂミとか売ってる屋台とかあるじゃないですか。 あります、ね、あれとかさ、ね、でそのね、うん、その女性その女たちの平和のなんたらかんたらっていうその、ね、あの施設行ったら、まあね、あのその何フェミニズムの人やものや、それからその、うん、朝鮮関係のそういうふうな、あのなんかね、まあ捏造やらなんやらっていうそのね、本がもうねドザーってあるんですよ。だからね、あそこに行けばね、多分ねないものはない。あの反日の資料だらけ。反日で とりあえずそのあの何フェミニズム関係の資料を取りに行くんだったら、あそこ行けばもう大体ないものはないんじゃないかな。あ
立ち悪いな。すごいですよ。あのね、パネルもよくできてるしね、あの女性その先般のやつも全部あの写真撮ってきて後で日記にあげますけど、まああのね、よくパネルもよく作ったりって感じでね、すごいわ。あれはね、そのちっちゃな一角のところにこうね密集されて、ただでもらったチラシあるんですよ。そのチラシの中にそのなんだっけ、高麗館っていうのが、高麗の館っていうのがなんか大久保にあるらしくて、なんかビルのところ、それも昔前にあの調べて、そこも高麗の館って行こうと思ってたんだけど、チラシがあったんで、おっって言って、何が書いてあるのかって、焼肉大好きとなんか書いて、関係ねえだろうとか思いながら、もそう本当に韓国と密接に結びついてる、結びついてますね。でもそういうところから人間関係とか調査していった方がいいんじゃないですか。どういうところに誰がいて、その要は理事として何がいてっていうことをさ、だから今回はそこのところの本を片っ端から、まあ、ある程度ちょっとある一角のところ全部、あの著者名 のところの後ろのところ全部こうやっておいて、この著者名とこの著者名のところで同じところで連名でこう著作してるなんていうの、こうやって相関図書いて、で見てたら当時若かりし頃のね、あの福島みそこがまだ弁護士時代のその、何少子化について書いてる、少子化について、子供がない幸せみたいな本とかね、いろいろありますよね。そういうのあるんですけど、それの中であの子供を産まない幸せか、そう、それが少子化担当大臣ですからね。そうなんですね。国家解体です。解体です。はい。それでそこに書いてあったのは、その従軍慰安婦 その証言に関するなんかその資料っていうのがあったところの中に、その藤川瑞穂がその論説を書いてるんですよ、若かりし頃の、まだ若い頃の、すごいですよ、あそこはないものがないあそこに行けば大体揃うって、なんかね、これからなんか売り並べパートってことで、私ちょっとちょっとしばらくちょっとあそこのところに通い詰めて、多分そういうところからいくつかこの場所を選んでいくと、焼肉屋とかに行くと、そこにもまたチラシがあったりして、こういうなんかわらしべ長者みたいな状態に、あ、ここにもあったみたいな、それを調べたいですよ。そうなんですよ。だからそれをちょっとしばらくちょっと追求して、アザブのところはアザブのところでまた動いたらまたそっちの方に飛びますし、そこのところを潜入して、古川さん消されるね。じゃあまず我々高麗館に行って焼き肉食べましょうよ。高麗館行って焼き肉食べましょうよ。潜入で焼き肉食べながら、古川さんさ、アリラム館行くと今度生命保険かけときます。マジっすか、日本でマジっすか、受け取りに怖いな、怖いな。ボールペンの形をした、はい、あの動画を撮るあのカメラ、あ、はい、それを買ってですね、スーツでこれ忍ばせておいて、そのまま再生オンにして入っていくとですね、それで使います。あ、なるほど。じゃあちょっとそれでちょっとやってみようかなと。まあ、行く前にとりあえず本物のカメラ出しておいて、撮影 OK ですかとか言って忍ばせておいて、ダメですよって言って、あ、そうですかってこう下げといて入るみたいなね。後ろポケットなら音声だけは絶対撮れます。顔を覚えられちゃうから気をつけた方がいいですよね。あ、まあ確かにね。でも、まあ、2回はいいとしても、そう、とりあえずでも何回かやっぱ通い詰めて、あれだけのたくさんの資料があると相当やっぱいろいろ読み応え、でもね、上の方のあの手の届かないところに、その、なんだっけな、広くの大東亜戦争の歴史っていうのがあって、結構昭和28年かそれぐらいに創刊されてる本があるんだけど、それはね、結構まともな本なんですよ、割と。あ、それ大東亜戦争って書いてる、そうそうそう、また、そう、ビル、ビルマ編とか、満州編とか、いろいろこうあって、これが結構ね、読み出のあるやつで、でも、紙もボロボロなんですよ、もう昔のだから、もうシミも入ってて。これはね、ちょっとそれずっと読み切っていったら、なんかあのそのボランティアのおばちゃんがやってきて、コーヒーどうぞとかだけ、あ、ありがとうございますって言ってで、その松井屋よりがこうドンってあるその机のところで、俺がこうあとなんか読んで読み切ってるのが大東亜戦争大丈夫ですか、考察活動するためにこっちのものを知るためにそれを見て、多分おそらくそういうための多分資料だと思うんですよね。そこでそこのところでこう、まあ、あんまりね、
嘘のやつとばか書いてるとバレるかもしれないからね、一応そういう史実を多分、ね、史実を多分見ながらやるっていうところはあると思うんだよね。ウタさんダミーの左翼の組織作ってその名刺持っていったらいいじゃないですか。あーなるほど、毎日本ネットワークなんとかみたいな。いやー本当に消されると思うよ。じゃあ、ま、前の M を B に変えて倍日本にしといて、裏切り者に対してはすごい多分厳しいと思う。あ、なんかそう、敵よりもそうね、確かに、あの何でしたっけ、あのいわゆるあの粛清ってやつですか、粛清は総括ってやつですかね、彼らに言うの方がいいんだ。なるほど、そうか、そうですね、確かに怖いですね。手法を学ぶぐらいにしておかないと、そこで球団とかを結構、あ、確かに、うん、出てやっちゃうと、それはブラックな人たちに任せた方がいいんじゃないですか。あ、なるほど、確かにね、ブラックフルカーとか、ブラックフルカーね、はい、だいぶあの、ね、まあ、一応そんな感じで、あの でもあの結構あの中に入ってそういうような調査をしていくと、やっぱあのいろいろ見えてきますね。あのそのいろんなその人物関係とかを調べるのもかなり、うん、あの面白かったし、うん、そう、うん、調査といえばダイナソーさんが、うん、その中国留学生のね、いろんなお話をかなり詳しいっていうことを聞いたんですけど、あ、それと創価学会の内部にちょっと侵入したことになりまして、おお攻めますね。山手線の巣鴨駅を降りました。創価学会の戸田記念講堂というですね、ああ、でかいのありますね。私あの小学校中学校の音楽隊というのに強制的にあの加入させられまして、夜中の、まあ、大体小学校5年だと夜中の11時まで荒川の河川敷でバトンの練習、あ、まあ、バトンって言っただけでも分かっちゃうかもしれないんですけど、うん、バトン部あんまりなくて、で中学校1年になったら家に着いたのが午前1時過ぎ、もう終電で帰って、でその登壇記念講堂の中の普通の一般の方が、あのこの正座をしてこの拝む、うん、あの仏壇にあのご本尊というのが飾ってあるんですけど、別の部屋に連れて行かれて、僕はあの拝まされた仏壇がありまして、池田大作と書いてあります。仏壇に、仏壇の中の死んだみたいなご本尊あるんですね、うん、真ん中に南無妙法蓮華経と、その一部に何か書いてあるんですけど、このね左下の方ですね、こちらご覧になって、この左下の、あ、右下の方に池田大作と漢字で書いてあるんです、うん、あれそれ何年ぐらいの話ですか。それはね、かなり昔ですね、80年代でもそんなのあったんだ。でもでその小学生だから創価学会の中では未来部と言われ方するんです、小学生、言われますね。であの彼らが男の子は音楽隊、女の子は鼓笛隊というところに入れさせられます。そして毎日日曜日の活動、まあ、もう集合時間大体10時、荒川の河川敷で午後5時までです。やらされるただです。なるほど。で電車中に自分で出さなきゃいけないんです、親が出すんですけど、で時々戸田記念講堂とか行かされて、うん、拝まされる中で池田大作と書いてあるんです。へえ、こうやってご本尊という紙あります、仏像の中にありますよ、ね、南無妙法蓮華と書いてありますね。こっちに池田大作って書いてあるんです。で昔あのこの池田大作で僕は何も言う前に、うん、この指導員がマンツーマンで来て、まあちょっと座りなさいと、ここで凡行しなさいって言われて、うん、うん、ここには池田先生の名前が書いてある、もしかしたら池田先生はもう仏様と同じような活なのかもしれないなと言うんですね、うん、要するに小学学会に入れさせられた、まあ、小学校の子どもたちが鼓笛隊や音楽隊に入れさせられた場合は、うん、池田大作と書かれた仏壇に権行というのをさせられます、正座で、うん、要するに池田大作さんは神様だと思わされるんですね。でこれがですね、朝鮮学校に入った在日朝鮮人の子供たちがキム・ジョンイルは偉い人だと思わせると同じなんですね。なるほど。要するに洗脳です、うん、でそれと大人になった創価学会員がもう池田先生はすごい人だという思考でも固まっちゃいます、頭の中で。そうすると世界平和のためにということで、まあ、僕の近所にいた女の子の頃創価学会を辞めただけでお風呂を覗いたりとかですね、お風呂を覗いてない、覗いたんです、そういうこともするし、まあ、ひどいところでは例えば、まあ、議員さんになった女性が、うん、あの公明党の皆さんとなぜゴミの収集の委託を何の問題もなかったのに創価学会の会員の企業に変えるんですかと東京都の区議会で質問しました。
それからしばらく経ってその議員さんがおかしいなと、家から突然逆立ちをしたまたる状態でビルの5階まで登り、そこから飛べる自殺をしたことになった。あったね、あさぎ、うん、自殺だと断定をした警察の副署長さん、うん、および検事さんが総科学会にあった。でちなみにインターネットで朝木明夫さんを殺害したのは総科学会だともし言った場合訴訟を起こされます。うん、危ないじゃないですか。これいいの。そうそうそう、事実だけを言えば大丈夫です。うん、まあとりあえずあの危ないんで、そうそうそう、まあ自殺したことになっているったら事実ですね。そうそう、自殺だと断定をした方がそういう方だということまではもう事実は広まっていますし、裁判所の記録にも残っている。まああの。あの昔あの確か瀬戸さんとか、はい、瀬戸さんじゃないですか、周平さんですとか、周平さんとあとね、はい、誰だっけ、あそこの、中野国で牧さん、牧さん、そう牧さんとか結構追求してましたよね昔、あの矢野さん、うん、矢野市議とか結構長いですね、やってましたね、うんうん、要するに全国の創価学会員がインターネットで攻撃をし、近所の創価学会員がもまたあれですね、時間に仕立て上げたりとかして、そう結構朝木さん自身はすごい人気があって、うんうん、あの一番得票してるんですよね、まあ、一番当選で、で矢野さんっていう方も、あのその2人でやってた行動を共にしていた方だったんですけど、うん、今東村山であれですよね、 FM 作ってやってますよね、確かそうですね、そうおつこつさんっていう創価学会ウォッチャー、あの人ももともと創価学会 の、 そうです、ね、の確か、なんか青年部長かなんかやってたのかな、まあちょっと結構悪いお話なんで、まあ、そうですね。まあね、あんまりこのディープになってきたんで、そうディープになってきましたんで、ね、はい、あんまり あんまり喋りすぎると本当に あの彼ら本当にあの、はい、訴えてくるんで、でついでにですね、うち統一教会と全く関係がないので、時々そういう話流れてるんで、あのそれも一応打ち消しとかないとなんかいけないかなと思ってですね、あの文鮮明とか大嫌いですので、あの保守と見れば統一教会と絡ませる変なのやな、全く見えない、全く見えないからね。僕逆にね、あようやくやっとなんか向こう側に認められたかなって感じ。あのいや必ずあのこうね、あのほらなんだろう、そう、うん、大手になったのかなってちょっと思っちゃったけどね、まだね、うん、そうまだ成長過程なのにとか思いながら、まあ、前日本の中に、ね、5万人近くいるから、うん、1人や2人そういう人が紛れてる可能性ありますけ すけど、ね、でもそうあの全然その我々は関係ないですね、本当ね、だって自分がなんかあのほらあの個人的にさ、あのこの前あのパチンコのあの小坂先生がやってたやつあったじゃないですか、うん、あそこのところでこう駅前のところこう自分があの、うん、皆さん来てくださいって言ってあの告知凱旋やってて、なんかずーっとなんかやってきて、なんか日の丸上げてなんかちょっと小林さんやってるなと思ってちょっとギューって見てたら、小教員の方が来てくれて、あー小教連合ね、まだいるんだね、まだいたなとか思ってね、驚きの白さ、まあ、その勝共連合とか統一教会が冷戦時代に結局自民党の一部と結託して、うん、その国内で、ね、その反共みたいなものをスローガンにして、うん、そういう保守陣営を装っていた時期があったんじゃないですか、うんうん、まあ、冷戦時代そうでしたよね、まあ、韓国というとその防波堤でしたからね、その反共の砦で、あそこの北朝鮮の、ね、脅威がと、それから中国の脅威がありましたからね、あとロシアか、うん、そういう感じもあって、まあやってるんだろうけど、えらい迷惑な話ですよね。文鮮明だとなんか CIA のエージェントなんて言われてるじゃないですか。うん、そういう説もありますよね。よくね、言いますよね。あと合同結婚式とかやったりとかして。死んだんでしょ、なんかヘリコプターが落ちて死んだとか生きてるとかなんか変な話になってるけど。なんかエルビス・プレスリー状態だった。いやいやいや、あ、もう今すでにですか？なんか1年ぐらい前になんかヘリコプターが落ちて死んだか生きてるか分かんないみたいなことを。でそんな話になってた気がするんです。ちょっと詳細は分からないですけど。あ、そうなんですか。知りませんでした。うん、そういう話がありましたよ。死亡説が。死亡説が。大作先生も死亡説ありますね。ああ、よく聞あの2チャンネル流れてますよね、でもまだ生きてらっしゃるっていう話を聞きますし、ね、そうですね、ただ、そろそろ死ぬでしょ、まあでも年齢的に考えるとそろそろっていう感じはしないでもないかなっていうことと、あともう一つ気になるのがやっぱりあの北朝鮮のジョンイルさん、元気じゃないですか。いや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 、ジョンイルさんそろそろやばいんじゃないかって話。中国行ってなんか、いやあれはね、本当にボロボロの体を多分ね、こう何無理やりなんかこう胸ぐら掴んでなんか引きずり回せるような感じだと思いますよ、きっと。まあ、青木直人先生のチャンネルレポートを見ると結構そういう感じですね。なんかそんな感じですよね。老体に鞭打ったみたいな。相当な殺人的な、うん、食べてるものが。
ありまして、あ、それやめましょうよ、それやめましょう、ちょっとグロ系やめましょうよ、グロ系やめましょう、ちょっと、あ、もう分かった、そうもう詳しくはダイナソーさんの日記を見てください、そうそうそう、でもなんか中朝国境にある島を100年咀嚼する、中国に売り渡すような話になってるようじゃないですか。ついに北朝鮮は領土を中国に切り売りするような状況になってるみたいな、まあ、ラジンコンとかもそうですね、そうですね、実際のなんかもうラジンコンのところにはもう人民解放軍とか入っててもう中国 の, その建物がダーンって立ってるんで、あとはもうあれですよ、あの日本の金で早く開発してくんないかなっていう状況だと思いますよ、本当にあの港はとんでもない話です ね, ですよね、確か田口彩子さんとかが確かあそこから引き上げられた港だったような気がしますよね、自分たちの税金で拉致してるみたいなもんですからね、そうですよね、とんでもない話ですね、とあのね、そういうところに送金してるね、ひどい、本当にひどい話ですよ、パチンコにしてもそう、拉致問題はもう手段は選べないですよ、日本は、何でもやらなきゃいけないと思いますね、本当そうでなくてももうさ、横田めぐみさんのさ、ご両親はもうかなりもうご高齢になってますんで、あれはね、そろそろやばいと思う、この辺で本当に解決しておかないと忘れられるのが一番本当悲惨なことですよね、なんか2つ問題があって、1つはそのご家族の問題もあるけど、うん、もう1つは国家主権の侵害っていう大きな問題があって、それは舐められたままでは、本当本当本当であれば多分ね、国が国だったら多分おそらく普通に海兵隊とか呼んで、上陸してますよね、そうそうそう、お前らのところ突っ込むからなっていうような話で交渉をこぎつけるはずなんですよ、で本当に突っぱねるんだったら本当に多分突っ込むだろうし、よっぽどなんかあれですよね、ベトナムとかの方があれですよね、なんかしっかりしてますよね、中国とさ、あれだけの大国の中国とさ、ちゃんとなんかあのね、対峙しようってアメリカと戦って、まあ、実質アメリカを追い返したっていう、その自負が人民の中にあるんでしょ、彼らのベトナム人民の中に、例えば過去何千年ってこの中国からのこの侵略を跳ねのけてきたっていう、そういうのもありますよね、彼らの中に、結構でも中国って呼んでる国って実は少ないんですよね、その日本と韓国とベトナムだけなんですよ、あ、なるほど、基本的にその漢字文化圏がそういうふうに呼んでる、そうですね、あと朝貢、その貢ぎ物をこの中国に対してしていたっていうところで、今そういうふうな中国って呼ぶんですかね、いう言い方をして、まあ、日本の場合は戦後外務省が通達を出して圧力に負けて中国と呼びなさいって話になって、それ以降その中国っていう言葉を使うようになったんですよね、かつては漢字でちゃんとね、しなって書いてあったんですけど、そこからも無理やり使わされてるんですけれども、ベトナムの場合は結構そういうふうに呼ぶんですけれども、でも自分たちで比較的独立しているっていう精神が強くて、結構その、まあ、一時的には完全に独立に近いようなことをしてて、要はさ、中国の力が弱くなると、まあ、シナの力が弱くなると、ベトナムはすごい自分たち の, その政権みたいな形で結局追い返して、なので兆候はしてる、見つけ物を送ったりとかしてるかもしれないけれども、でもそれはメリットがでかいからやってるんだみたいな、そうですね、そういう政治外交的にやってるんだみたいな、意味合いがすごい強かったんですよね、で特にこの直近の1000年ぐらいは実はそのシナからの侵略が受けてないっていう風にな状態にあって、で、まあ、最後、ね、結局その、インドシナ、あ、なんかそのあれね、フランスかなんかに一時的に取られちゃいますけど、軍事としてね、それもまあ跳ねのけたっていう自負もありますから、まあ、やっぱベトナム強い、ベトナムは結構強い、ね、本当に、シナに対しては結構ね、敵外心とか、そうですね、昔から陸地で国境を接してるとどうしても負けたら本当に取られますからね、あの膨張主義すごいですからね、ちょっとでも気を許したら、そうで、あと意外とすごいのが、その兆候を送ってるじゃないですか、その兆候してるじゃないですか、そのいろんなこの王様ものを、その1000年ぐらいの間にもシナは何回か攻めてきてるんですよなんか送ってんのに、それを撃退したりもしてるんですよ ね, そうですね、だ結構ね、シナ接想ないけどベトナムはそういうことに跳ねのけてるんで、なので代々そういうやつらは舐めてると来るぞっていう、来るぞっていうのが分かってるんですよね、やっぱりだから絶対にその戦うときには必ずもう戦うっていう風な姿勢をちゃんと持ってるっていうところが中国もなかなか日本も見習わないと ね, ね、ベトナムの越っていうのもなんか噂ではなんか新潟 の, 上越とか下越とか、あれの越となんか実はつながりがあるとかないとかっていうふうな、なんかどっか聞いたので、またちょっと調べ元でもしようかなとか思ってるんですけど、そのあたり、なかなかね、そう
ですよ。あとあれですね、つい最近あったじゃないですか、そのなんかつい最近、まあ、20年ぐらい前ですけど、2、30年前ですけど、あの西沙諸島が60人ぐらいしかなくて、兵が射殺されて、ね、中国にも上がってるけど、もうあれですよ、対人兵器じゃないですからね。あれ動画上がってましたよね、うん、前日本の日記の中の、そうすごいんですよ、もうバーッと撃って殺してるんですよね、それが動画に残ってて、しかも対物兵器でやってるんで、あの 人に撃っちゃいけない砲弾で撃ってますからね、普通に、うんうん、でも10年前だったらいざ知らず、ベトナムも今経済力が強くなってるから、相当軍の近代化が図られてるから、シナに対してはある程度の抵抗力はあるとは思いますけどね、うん、できればね、本当にしかもシナは軍、陸軍の数は多くても張り付いてる場所がいろいろ問題のあるところ、あっちこっちに張り付いてるから、全軍がそこに集中するってことは物理的に不可能だから、ポイントさえつけば勝てるでしょうね。あとあれですね、本当にあの中国 その軍 そのモチベーションっていうか、やっぱりあの中国人ってどうしてもその人のためになんかやるっていう風な体制の人たちがあんまり少ないので、そこら辺のところではなかなかね、実際に一筋縄ではいかないのかなって思ってたりとかしますからね。だからむしろ彼らが侵略をしているその内モンゴルですとか、まあ、彼らが内モンゴルって言うんだよね、地域だったりですとか、まあ、チベットとか、はい、そのウルムチンとか、ああいう地域の方がなんかそういう、まあ、脈々と昔からある文化みたいなのがあるから、なんか、人のために頑張ろうとかいうのは強いかもしれないですよね、まあ、肝心よりも肝心族よりも。そうですよね、団結力という、でも今もう本当に外モンゴル、いわゆる今 あのモンゴルとか、ああいうところまで自分たちの領土だってこの前言い出しましたからね。また沖縄とかいろいろ、沖縄が一度調校したところは潜在的に自分のね、テリトリーだっていうような意識でしょうからね、うん、そうすると日本も危ないですよね。もちろんそうですね、うん、だって昔ね、金印とかありましたからね、うん、そうですね、うん、あれでその昔遣隋使とか遣唐使とかってあっただろうとか言われたら、そうですよ、なんか下手したらそれね、捏造されて、うん、昔売国党の足利義満という将軍は日本国王という称号をもらうために貢ぎ物を送ってたりしてましたからね。あ、やばいっすよ、まずいっすね、そう考えると。信濃の皇帝に称号をもらったってことはどういうことか分かってるだろうなってくる危険性はありますね。恐ろしいですね、本当。やっぱりね、我々も本当なんか日本人も正気を取り戻して、と言いたいところなんだけど、今さ、その何向こう側の勢力が強くすぎてね、大学生とかに目覚めてほしいですね、うん、そうですね、ぜひね、奨学金で通ってる大学生に返さなきゃいけないじゃないですか。そうですね、で中国人留学生が2008年の時点で約8万人いて、全員に対して毎年約400万円プラス医療費の 80% が払われていると、うん、そう、医療費を使った場合最低400万円、最高が500万以上だとした場合4年間で2000万円とかになりますね、うん、2000万円かける約8万円、まあ、その割る4が毎年支払われていると。医療費の 80%? そうです、うん、で外国人留学生全員だと2008年の時点で13万5000人、そのうち約8万人が中国人、約2万人が韓国人です、うん、でちなみに韓国人の場合は統一教会の統一教会の信者としてやってきて、日本人の女子大生を拉致していきます、うん、でおまけ付きです。しかもあれですかね、ちょっと待ってください、400万円が丸々出るんですか。内訳全部調べ、その合計が約400万円で391万円ぐらいとも計算しました。それとちょっと計算ちょっと前後するかと思うんですけども、それプラス医療費の 80% です。それがつまり留学をしてくると、はい、その国、日本がそのなんか日中友好なんとかそういうことが出ちゃうわけですか、そういう予算とか。OD ですよ、出ます、うん、でそれは留学者返すんですかね、それは。外国人の場合は返さないですね。あ、もらえ、奨学金といってもらえちゃう。外国人の場合はもらうだけ。もらうだけ。でちなみに民主党の場合は2008年の時点で13万5000人だった外国人留学生を30万人まで増やしますと言ってますね。じゃあこの30万人、30万かける、ね、まだ毎年400万円がタダでいっちゃうと。で彼らが長野オリンピックの時みたいに、さあ、ね、日本人を抑えって言って集団暴行しても、今度は中国大使館と中国政府から警察に圧力がいって逮捕しませんと、うん、
あのボール食らえて骨折しました、うん、東出受理してくれない、なぜですか、終わりです。で事件にもならない、骨折してても。でこれね、一回動画で訴えてますね、うん、あの去年首相官邸前で松浦佳子さんという方が、で僕も自分も一緒にその前に凱旋させていただいたんですけども、うん、50人で長野に行って、うん、行く前にあのボールペンで刺されます可能性がありますので注意してくださいと。で防弾チョッキちょっと段ボールで作っていって、50人のうち17人が怪我、その1人骨折、でも被害届を受け取ってくれません、警察で拒否されましたと。おかしいね、なんで議員さんも一緒にいて、なんで警察そんなことするんですかと。じゃあ今のそういう、ね、警察かそのトップは誰ですかと、民主党なんですよね。で民主党の中身はもう在日コリアンの味方か、あの過激派、まあ、左翼の中でも中国人の味方がどっちかです。そうですね、要するに今日本というのは在日コリアンと中国人が日本の税金とかその利益とか技術を取り合ってる状態です。日本人は買いの外です、うん、これが今日本の現状でございます。で毎週500人以上の中国人が日本に移民して生活保護をすぐに受け取れます。子ども手当もです。そしてそいつが毎日300件以上の犯罪を犯しています。しかも拒否されたり警察が被害届受け取らないものは数字に入っていません、うん、これが今中国人が日本でやっている現状でございます。でこれが報道されません、うん、いやーなんか本当にいいですね。ですのでしかも今大学のですね校舎の中で、あの僕の大学の研究室が中国人留学生占拠されて日本人が入れなくなってますと言ってくる大学生もいらっしゃいます。ですからですね、全国のね、あの大学生の皆さんね、今研究室を中国人の留学生などがどういう使い方をしたり占拠したりするのかをですね、どうかあの教えていただければあの幸いでございます。あと私のもとには都内のある区にあるある小学校の低学年の半分以上は中国人もしくは中国人のハーフ、これでクラスの 50% 以上いますと、うん、あの私すごい怖いんですけど、ダイナソーさんあのどうしたらいいんですかと言ってきた方がちょっといらっしゃいます。場所によってはあるだろうね。まああるでしょうね。専門学校もかなりね、あの中国人多いって話ですね。ほとんど中国人しかとかになるらしいですよ。大学とか専門学校もさ、生徒やっとるっていうかさ、のためにさ、うん、中国人と。だから結局その少子化によって結局その学生の数が取れないっていうところから、外国人で補強しようっていう目論みもあるだろうからね。そう、大学とかね。そう、大学とか。なってるんですよね。学校からすれば税金で中国に出ればお金が入ります。だから、あれなんですよ。そういうふうな。ことが、まあ、あるということですね。さてさて、そういうふうな状況で400万円でもらえる人が30万人もいたら大変なことですね、うんうん、あのご覧の皆様は計算していただければ分かるんですけども、400万かける30万、それを読んで割ったら毎年の使われる数です。お金、さらに医療費の 80% ですので、もっとお金が使われます。私たちが納めた税金から支払われます。あ、4年間で400万なんですか ?1 年間ってなって。1年間で400万ですね。1年間で400万。だから、あ、そうか、4年経ったら4倍になります。うん、そうなんだ。だから大体約500万、だから2000万になっちゃいますね、大体。全然、だってそんなのさ、大学時代さ、仕送りとか考えると全然もらってなかったっすよ、そんな。明らかに。まあ、だって日本でその授業料、大学ってね、考えても、うん、そうじゃん、いくらぐらいですか。まあちょっとあれですけど。ちなみに日本人の場合は、あの、まあ、高くても100万とか150万でしょ、うん、そんな、まあ医学部とか別だろうけど。1000万人以上の方が年収200万以下なのが今の日本人の現状です。うん、じゃあ中国人の場合は、移民したら生活保護、もしくは毎年、まあ、留学生としてくれば毎年約400万円プラス医療費の 80% もらいます。要するにさらに、私は扶養家族が本国に何十人います。うん、納める税金ほとんどあります。そう、中国人は税金払わないでお金をもらい、日本人は税金を納めなきゃいけないのに貧乏だと。でしかも中国人は生活保護で生活できるから餓死することがありません。で日本人の場合、働き手がなくなった生活保護をもらえません。餓死するだけです。
まあ創価学会入んないともらえないかもしれないですね。多分そんな中でさ、その深夜のコンビニとかなんか、そのレストランとかってバイトしてだもん、ね、よく働いてますよね。金はもらうし仕事も持ってくし、これは一体どういうことだったの。これは簡単な理由がありまして、まず従業員になります。その紹介で従業員増えます。さあいじめちゃうからです。店長の日本人、日本人の店長来なくなっちゃいました。じゃあ代わりに私がやれるあるよ、お店の乗っ取り管理です。でこれは警察に被害届出しても拒否されますと、事件にもなりませんと。そしたらじゃあどうなりますかと、まあ、ある一つのお店に中国人の店員が一人増えたらずっと観察してみてください。なんでこんな人数どんどん増えてくんだ、まあ、早番一人だけだったのに早番二人遅番もおかしいなと。そういうことがですね、まあ、今後もまた見られる機会が増えると思います。でそういう店舗があったらですね、どうか教えていただいたりですね、絶対にメモして日記に書いたりして忘れないようにしていただければ幸いです。なぜかというと、これ全国でこれから発生していきます。どんどんそうすると日本人は税金を納めなきゃいけないけども仕事もない、しかも収入薄い。じゃあ中国人は、ね、生活保護、その上でアルバイト、ね、留学すれば約400万円返さなくていい、医療費も 80% 支給されると。これが、ね、今現状で毎週500人増えるし、留学生も民主党が今13万5000人なのを30万人まで増やすという予定だと、こういう現状なので、日本人の今学生の皆さんはですね、勉強もしていただきたいんですけれども、そういう政治になっているという状態をですね、どうか認識いただければ幸いでございます。だってね、本当に驚いたんですけども、400万円が30万人ってものすごい数字ですよ。民主党が今目標にしていることで、まあ、でも今少なくとも今の時点でも13万人ぐらいがいるわけですよね。2008年の時点で13万5000人でも今度さ、だって佐渡島のところでもさ、聖華大学の2000人ぐらいいるって話でしょ。だって学生さ、佐渡島も増えちゃうんだ。そういうことですよ。佐渡島なんか入れてどうすんだよっていう。佐渡島選挙されちゃいますよ。佐渡島にあそこのところに仮に2000人入れたとしても、それ多分さ、単に本当に学生ですかっていうふうに疑うのが普通でしょ。だってさ、学校長、校長、明らかにさ日本人だけどさ、なんか日本人って言ってるけど、まあ帰化してる人なんだけど、東さん、明らかに東さん、共産党出身の、中国共産党、あと胡錦涛とか、だっけ、なんか胡錦涛の息子が、そう、胡錦涛の息子がそのパーティーのところに、行って、でそのそういうふうのきっと新潟のさ土地、知事とさ、それから佐渡島のさ人たちとでさ覚書きとかやって、でその後のパーティーで、その領事館のさ大岡さんとかあそこら辺でさ、あれでしょ、胡錦涛の息子とさパーティーやってるってさ、どういうことなんだよ。公職人じゃん。そうそうそう、東さんってさ言ってるだけでさ、一応自称水墨画家だけど、仕方ってのはさ、戦争やって侵略することじゃないよね。そうやってじわじわ来て、気がついた時には体制が完了してるって侵略が一番お金かからないというか、手っ取り早いというか、血も流れないというか、これあれ孫子の標法だよね。警察組織や軍隊を乗っ取る方法でして、もう何年か前の時点から帰化中国人が共産党の組織を警察の中で今作成中、拡大中でございます。要するにそいつらが放棄した場合、警察は機能しなくなる可能性が非常に高いんですね。要するに帰化中国人がどんどん警察官にもなっているということもですね、存じていただければ、どれだけ民主党、社民党、公明党、共産党が危険な人間たちなのかを、ご理解いただけるかと思います。いやー、これ本当でもさ、今回怖いのはさ、まあこれ100年前通襲事件とかあった時はさ、結構それでまあ感情が溜まったりしたけども、ある程度まともなそのナショナリズムみたいなものが ありましたけど、今回そういうものがないままにそれが進んでしまうと、気づいたらすごい弾圧されていて、声を上げるのが気違いみたいな状態になんか前から見えている。まあ今そうじゃないですか。価値が悪いのは、彼らと組んでいい生活をしようと思うアホな日本人も出てくるはずでしょう。そうなると結構いますからね、それがね。そうなんですよ。だからね、とんでもない話ですよ。そう、のんぽりの方々と元々左翼の方はどんどん流されますね。でもね、俺は思うんだけどね、そういう人たち最終的にね、本当にね、最終的に自分のところの現実に戻ってくる、帰ってきますからね。韓国がさ、親日財って作ったじゃない、ねあんな感じでなんかさ、まあそこまでやったらやりすぎかもしれないけども、なんかその反日的なことに加担した、新幹線とか作る必要ないかもしれないけど、
少なくとも反日のことをした人に対してはなんか外観誘致罪じゃないですけども、そうですね、そういうのが必要なんですよ。何かしらスパイ防止法とか、スパイ防止法は絶対必要なんですよ、うん、あれがね、あれ本当に民主党ね、本当に必死で止めたからね、自民党が出そうとした時に麻生政権だったから確か、あ、もうそんな時間かかる、じゃあまあそんな感じなんで、ちょっとあの、まあ、あの少し、お尻が出てしまいますが、ケツが出てしまいますけど、まあ、あとそろそろですね、公務員要請込みとかいいかもね、本当本当多分ね、そういうのやんないとね、危険だと思うよ、うん、思いますよね。さて、そういうことで、なんかテンションダウンしてました、テンションダウンしてました最近もうなんかいろんなところ行って、なんかね、左翼陣営のそのなんていうか、もう何 こんなところにもって、なんかあのあれですよ、あのなんかナウシカの村のところにあの不快のあの菌が入って、こう今まで育ててた森のところにもなんかその不快の菌種がかかって、こんなところもって感じでもう野種しかないよって感じの、あのおばあちゃんのあのような状況ですいません、なんかそういう感じでね、うん、これは結構やっぱ根深いものあるね、根深いでしょうね、気がついた時には一番困りますね、だからこそ気がついたら前に、ね、いや最近だって本当ピースボートのポスターが多いのよ、なんか最近急激に増えてません、居酒屋といえばあのポスターだもんね、増えてますよね、必ずついてるからあれなんでしょう、ピースボートの船って北朝鮮の国旗が書いてあるんですよね、それを広めちゃいたいですねあれね、なんでって、あのほら、あの犯人ですよ、辻元いるじゃない、はい、北朝鮮に着いた瞬間に人格が変わるらしいですからね、ものすごい高圧的になるらしいんですよ、普段はニッコニッコニッコしてる、そこに帰った瞬間に、ね、貴様みたいな、ピースボートの船にさ、某、うんうん、なんとか丸の船が、ね、特攻でもしてくれないかね、いや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 、ちょっとそれはねなかなかね、ダイナマイトでも積んで、いやでもね、それはやってほしいけど、別に自爆しない特攻じゃなくていいじゃないですか、そう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 、攻撃とか攻撃とか、そうそうそう、なるほど、本当に、いや今度のポスティングには北朝鮮の国旗が入ってピースボートなんですね、ちょっと作ってみたいなと思いました、ああ要するにラジオ本人ですもん、なんかさ、そういうポスターを逆に作って居酒屋に貼りに行きます、なんか、うん、工作ポスター反対とかさ、そういうなんか話入れ替えちゃうとかね、あそれあ、それもお年玉とかなんかね、よくわからない、なんかピースボートの実態みたいな反響言ってるとか、いや、ピースボート反対店舗ですとかいう、そういうなんかさ、日本が大好きみたいな、頑張れ日本みたいな、そういう普通ですよね、うん、怪しげな ボランティア団体を断りとかさ、そういうポスターを作って、もしかしたら買いに行けなくする、そうそう、うん、もしくはあのなんだっけ、あのそういうふうな店舗のところで全然別の話、ちょっと話が脱線しちゃうんだけど、うちは中国野菜を使っておりませんって、なんかこういう、そうそう、ああ、なんかあれ、誰か言ってましたね、やってて、あれいいですよね、別に使ってようと使ってまいと、貼ってもらって、うん、やっぱ中国野菜って危険なのねっていうふうに思わせるって、すごい上手だな、だったら中国人雇用してませんっての貼ってほしいわ、ああ、確かにね、なるほどね、ああ、それもいいね、ああ、それもいいね、頑張れ日本って書いてね、そうそうそう、うん、うちは中国人は使っておりません、真面目な日本人を応援してる店みたいな、シャンテンセットなんか売ればいいんじゃないですか、それね、ああ、確かに、なんかこのステッカー貼ってみて、このステッカー貼ってみてくださいって言って、中国野菜よっていうところで入ってって、で、中国人雇用してませんで、ピースボード反対みたいな、3つどうぞって言って、3つ貼れますかみたいな、いいね、そういう、その条件を満たされたときは、もうね、行きつけの店にしようやみたいな、なんかそんな感じですよね、うん、そしたらなんかもう、なんかね、Google マップとかにそういう、その店をたくさん作って、たくさん作ってこれはいい店です、評価高いみたいな。安全と安心の基準になるといいな、うん、そうですね、あ、三つ星にしてね、それで、そうそうそう、あ、これで3つですみたいな、そうそうそう、毎日本ミシュランみたいな、毎日本ミシュラン、飲食店の方が毎日本に登録されてたら、ちょっとお邪魔してですね、うん、協力していただけるときはちょっと宣伝したりしてあげたらしてもいいかなと、うん、そうそうそう、これ放送中でもね、宣伝とかやってもいいだろうし、なんかね、そういうのいいかもしれない、うん、あ、そうです、そろそろ、あ、そう、俺そろそろ行けんけどな、ということでですね、じゃあそろそろですね、終了させていただきたいと思います。それでは本日もですね、どうもありがとうございました。今日はですね、私 JK の古川と、前日本管理人と、ウルトラダイナソーでお送りいたしました。あと、クランの桜と、はい、しおちゃんです。はい、はい、それでは、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。